だ。偉いね。けどアバターいたよ。やだ、嘘つきだ。ブーちゃんだとね、間に合ったかなって楽しんでた。結構ね、ギリだった。57、8分。元気ラリー。お疲れ様です。ヤッホー、ハロー。2回目。かきれなの、かきれなエキスを今、そこから入れてます。ギャギャだけ投げただけじゃん。そういうこと？はい、今注入中です。キケロリー、え、すごくない？かきれなエキス注入中。みんな欲しくなったでしょ。ちょ、笑わせないで。ほら、許さしてもっていうね。ややこしい、いいよ。はい、エキス入ったから水に。いいよ、結婚してあげる。これ欲しいでしょ、欲しいでしょ。欲しいでしょ。触ってないからね、手で。これもう一回コツ掴んだらいけるよね。手もらってる。ピンクとかファンサもできちゃう。ピンクとか、うん、機材入手しまーす。え、丸じゃなくて平ら。まだとかプロフ見てたんだけど、本当にメロンパン好きなの。え、メロンパン、メロンじゃなくて、エレナメロンパンとか言ったことない。死んだ。え、メロンパン。好きじゃないし、メロンパン。そんな食べたことないんだけど、メロンパンとか。え、なんでなんで。コツ掴んだ。え、支えてないから。メロンメロンメロン。いや、絶対海へ死んだ。メロンパンなわけないじゃん。メロンパンだったらパンでいいじゃん、菓子パンでいいじゃん。死んだ、めっちゃおもろい。レナメロンね、メロンは好きだよ、めっちゃ。だってレナユアにあのコンビニのフルーツでメロンあるじゃん、こんぐらいのパックのメロン買って食べてたら、なんかまた食べてるよみたいな、舌しびれる。え、嘘、レナパイナップルダメなんだけど。メロンパン。いた、しびれのメロンアイス。え、なんかさ、最近ファミマにさ、ファミマにさ、あれ出たよな、メロンのアイス。おっつー、日が長くて間違えてた。誰だよそれ。レナメロンだぞ。メロン一口でダメになる？美味しくないの？メロン美味しいじゃん。かゆくなる？酒屋半島？え、何それ、どこ？メロン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 酢豚？全然食べたことないのに人生損してる。え、嘘。え、メロンパン、ニクルさんなんだ。メロンパン美味しいの？メロンパン食べたことあるけど、なんかパンがあんまり好きじゃないから。え、メロン、え、みんなメロン痒くなるじゃん。ハンバーグの上のパイナップルね、あれなんかワースト最メニューらしいよ、ハンバーグとパイナップルのビクドンのやつって。メロンよりメロンパンの方が美味しい。え、メロンでしょ。あんみつ半島、え、何それ。あんみつ半島って何、何半島、あんみつ半島、
え、そう、ワーストメニューらしい、あれ食べたことある？メロンで痒くなるね、人いるね。生ハムにメロンはちょっと嫌だよね、あんまり。え、スイカも美味しいやん。え、あ、厚み、え待って、え、ごじってない？レナの読み間違い嫌だな。うわ、厚み半島で書いてるし、ちゃんと。最悪、レナが見間違った、死んだはずやだやだやだ変なこと言ってた、メール来た、早っもうやだ、みんなやだいや、ダサいとか言わないで、あんみつ読んじゃった。厚みや、厚みや、厚みや何それ、知らないもん知らないしメロンの、メロンがたくさん美味しいとこ、あんみつやだ、可愛くないよミスった。いや、本当は分かってたから、厚みでしょ、分かってたから、本当分かってたから、ふんって感じだよね分かってたから、分かってたから。いや、大学生だから、いや大学生だから、みんなを、あの、みんなを楽しませてあげようと思ってみんなをね、そういうエンタメだよね。え、やばい、え、無理無理無理、ちょっと待って、マット死んだ。なんかさ、レアのマットって、え、前言ったよね、あの、なんかタイル型なんだけど、そこにさ、空気が入ったらさ、抜けなくなるのね。そう、抜けなくなるの。うんうん、あんみつ半島しかさ、分かんなかった、あんみつに見えた、マジで。なんかお店かと思った、そういう。え、はなはなスイカ食べてんの？そう、パズルみたいなやつ、大学の勉強少しはやってない、まだ課題届いてない、家に明日送ってもらう、お母さんに。けどいらないって言った強制送られるちゃんと受け取りなさいって、ちゃんと受け取りなさいよ、届いたらって言われました。だから家にいませんって言ったお母さんに。けどポストだから大丈夫だって言って、最悪最悪最悪、課題の地獄が始まってしまう。はなはなさ、髪巻いてた、可愛かったけど、なんでそんなになんかテンション高いの。はなはなさ、ビッグマーク、ビッグ、髪の上でビッグマーク、髪の上でビッグマーク、ビッグマーク、そういうことない、あ、そういうことないそういうことない、高いね。そう、置いてきたんだよね、届けられちゃう、最悪だ明日も私持つの、こう、あら、けど入れるんだね、やったじゃん、また入れるじゃん、やったね、たくさん入るね。ねえ、リップ届かないのに課題はね、届いた。はんちゃん来い。え、なんでお花配信行かないの、悪いよ、ダメだよ、ダメだよ、可愛いとか本人に言いな、ダメだよ、ここにいたらダメだよ怪物に届く、なんかね、多分ポストに届く、そんなうるさくして覚えないけどいやいや、うるさかったけどね、結構結構びっくりマークうるさかったよ、主張強かった、なんか可愛いっていう主張強かったよ。ごめんなさい、配達来た、配達ね、来たよ、ちゃんとリップ届いた。芸能配信見てもいいけど、いやいや、ダメだから、ダメだから、ダメだから、見ちゃダメだから、見ちゃダメだから、見ちゃダメだから、いやキュンキュンしたけどメールみたいなの届いた。え、多分レナからじゃないよそれ、キュンキュンラブリーしてない人にしか届かないように、あのマネージャーさんに言ったから、ご本人に言いたい、言ってきたら、言ってきていいよ、てか言ってきたらっていうか言ってたけどね、さっきポストに入る程度の課題なら余裕だね。え、でも思った、ポストにね、ワンチャン入らないと思う、それ思ったんだよね、入らなさそうと思って。多分立法おじさんじゃないよ、多分ね、立法おじさんはもう届いてない、あの人もう
じゃあダメなのか、お風呂行こう。おい、そこは見てくれ。メール届いちゃうね。メール、え、届いたの？でもキンキンラブリーしてたでしょ。なんか届いてないよきっと。レナじゃないよ。うん、滑ってきた。マジかよ、またまた聞かれたの。垂れ流しやだ。よりおさせるわけ。メール写真見えない、嘘。でもね、最近メールの写真ね、なんかあんまり可愛くないし、変なのしか送ってないから大丈夫だよ。変なのしか送ってない、可愛くない、可愛くないっていうか、なんかもう写真変なのしか送ってない。何しろ消されたの、消された。楽しんでいただけたから死んだ。待って、死んだ。ヘリポーチさんはもう言い方悪かった。大変。リップおじさんもそう。いや、通所感覚許してくれ。嫌だ。メロンのアイス買ってきた。え、ファミマ、あ、セブンイレブンって言ったね。なんかさ、最近ファミマにある。え、それもっと早く言ってよ。でもね、台で送れないんだよね。どうしようね、どうやったら良くなるんだろう。ユリアップスがその時に見るわ。え、マジ、え、そんな見れてないの写真。マジか。エレナもさ、携帯変えようと思ってる。うん、明日頑張るね。自撮りたくさんする。めちゃめちゃ可愛かった、ありがとう。この写真は誰に撮ってもらった？ゆわ、ゆわさんです。この写真撮った時に制服のメコーンやってた、裏で。リップモジさん様子見。お花ね、髪ね、可愛かったね。中小ぐらいいいやん。おお、なんか DD 思考だね。何々ぐらいいいやん、一人押し増ししていいぐらいいいじゃんみたいな。素敵だよ、みんなのこと幸せにできると思う。違う、セブ入れ、え、違う、え、セブ入れは、セブ入れはフルーツの、カットフルーツの方、あの普通のメロンのカットフルーツ。ファミマになんかアイスが売ってたの、メロンのね、最近発売された。でもめっちゃ気になってるんだけど、中になんか白のアイスで周りがメロンの色みたいな、気になってたんだけど全然変えてなくて。編集でね、飲みかけスムージーの写真送る。電池で充電して。今日も見てないから、今日の写真知らん、後で見て。明日写真いっぱい送って。明日ね、公園だからね、時間あったら送るね。にゃんにゃんに写真のポーズ教えてもらう。そうなんだよね、ポーズの種類がなさすぎてやばいよね。電源一回落とせば見れるけど、え、そんなにやばいの携帯。それやばいね、だいぶめんどいね。それは見てほしいけどね、電源一回。いや、でもまあメールの写真はね、 DD ではないんだ。自撮りに後ろの扉が、え、どんなんだったっけ今日の後ろの写真。モザイクギリいらないかなと思って送っちゃったんだけど、後ろの扉どんなんだっけ。この日休みがあのアイス冷蔵庫に入ってる。え、あのいちごのチョコパイ、レナにちょうだい。レナもう近くのさ、コンビニどこにも、もう消えちゃった。あれ多分あれ冬のねアイスだったんだよね。消えちゃった、もうめっちゃ食べたいのに消えたんだよね。あれ最近もう食べてなくて。リップでさ、消してないわ。うーん、死んでるチャンスなのでは。え、そうなのけどさ、マジね、公園とか本当にさ写真撮る元気がなくて、あのアンコール衣装とか特に。で、水のないプールはもう撮れないから時間なくてって感じだよね。サラダ無駄にが必要かった。嘘嘘嘘、めっちゃ悪かった気がした。マジかマジかマジか、もう売ってないんだよねあれ、ほんと最悪。あ、見てきた、アイス、アイスの写真美味しそうでしょ。もう売ってなくてやばい、無理。ボロボロの扉がつって、あ、ボロボロだったな、あの扉。ヨーグルト、いやいや、あの賞味期限切れいけるから。だって今日22でしょ、18じゃん。4日間、
いや生きるよ。だってさ、ヨーグルトなんか発酵食品じゃん。食べれるって。食べて食べれるよ、ヨーグルト。もうレナもあのヨーグルト1個さ、賞味期限切らしてこないだ捨てた。1個残りの1個2つ食べたけど、なんかレナの場合1ヶ月ぐらい切れてたの。だから今日やめて、そういう意地悪コメントしてくる人やめてください。今日22日ですから、5日はまあ子供の日だよね、5日って。みんな5日何すんの？5日っていうかゴールデンウィーク何すんの？みんな何すんの？うん、みんな何すんの？納豆、いやそう、納豆セーフと同じだよ、発酵食品じゃん、味わわない。いや大丈夫だって。でも仕返されね、腐敗、いや腐敗しないでしょ、4日ぐらいだったら。今日食べたお腹公園行く。まあ確かにね、お腹壊す可能性あるからね。確かにそれはそう。スカークケア見に行くって、どこに？どこに？もうやめてよ。寝るの？おやすみ。よく寝るんだよ、レナに見てね。めいっ子じゃないの？レナちゃんに会いに行く、かっこめいっ子でしょ、そこは。旅館変更、おいいじゃん。いいじゃん。いや別に5日でも何でもいいけど、いつでもいいけどさ。でもマスボ役しよう、本当に。ここの会社も一日しか出てないので。そうなの？いいじゃん、寝まくれるじゃん。毎日制服の目、死ぬわ。いや腐ってても食べれる。いやレナのこと腐らさないで。腐らさないでよ。ブレチュー食べれない。ナイスメロンだ。じゃあセブン行って買って食べてみて。食べてみるわ。セブンね、オッケー。食べる、絶対食べるわ。かきれな、タイ、鮭の、ないない、ユアがもう一回配信始めてるんだけど、あれ今日初めて、あれユア今日2回目じゃない？嫌いな、何が上がってるって。まるでクラウンメロン、マジ美味しいんだ。あれファミマしか知らなかった。セブンにもあるんだ、メロン、メロンアイス。嫌いなやってたよ、さっきしてた。だよね、2回目か。 You are your ね、始まった。部屋の配信見てる、いつもと一緒。ヨーグルト賞味期限4日食べさすんか。いやいや食べれるでしょ、だってヨーグルトいけるって絶対。1週間いける。前髪迷うな、明日とわり行こっかな、久々に。前の公演もとわりだったっけ、前髪迷う、幼く見えちゃうんだよね。まるでシリーズ食べたことないわ。タイじゃなくて濃い、あ濃いか。シレット初めて見た、かわいい。いけるって、ヨーグルトいけるって絶対。美味しくないの？レナわかんない、味とかどうなんだろう。5割半分じゃん、真ん中やん、それ。こういうこと、ケープ振ったんだった今日。やばい、ビューティフル立ち位置確認してない、番号見てな、明日の。いいのか、わかんない、もうやだ、もう喋らんとこれだ。喋らんで旅行、あそう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 、匂って大丈夫だよ、匂って変な匂いしなくて大丈夫。わかんないよね、好きなヨーグルト、いちごです。愛のホログラムどうなんだろうね、どうなんだろう、それセーフだよね、ギリ。とわり前髪か、8割迷ってんだよね今。セブンスムージー、スタバのメロン、朝だったらスムージーじゃない？
鼻詰まってたらもう食べるしかないよね。今いちご食べてんの、いいな、いちご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 いいな。お風呂やだな。アロエヨーグルトも食べる、レナも。アロエ好き、アロエヨーグルト好き。けどコンビニにさ、アロエヨーグルトさ、大きいやつしか売ってないじゃん。だからね、スーパー行くのめんどいなと思って。ここえ、あ、デコフルオー、え、デコフルオープン待て、今のでね。でも前髪に上げれないんだよね。トマトジュース飲めない、トマトジュース飲めないんだよね。トマト食べれるけどトマトジュース飲めないわ。思ったら飲めるけどあんま好きじゃない。トマトゼリーとかもあるじゃん、あれ、ああいうの食べれない。食べれるけど好きじゃない。1週間はセーフね、ギリいけるよね。お風呂入ってないイメージになるんよ。いや、お風呂嫌だけど入ってるから。嫌だけど入、めっちゃさ、あの、いいこと言っていい、レナが今から勝手に言えよって感じなんだけど、自分成長してなってことがあって、トマトに、え、マジ、トマトジュース飲めない飲めない飲めない、そう、トマトいけるけどトマトジュース無理、そう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 、わかる。ケチャップとトマトスープ、いや、ケチャップと、うん、ケチャップあれか、トマトスープいける。え、普通トマトスープ無理でしょ、トマト嫌いな人っていけるんだ、料理にも使う。ね、トマトジュース飲めるけどトマトにかって、え、マジで嘘、普通逆なんだよね、全部マジか。トマト味は好きだから、え、マジ、温めてオイル垂らして、そうなの。あ、ミネストローネはいけるんだ、ほんの少しの風味とかならいけるんだね。うん、お風呂苦手、いや、お風呂ね、本当にね、嫌い、気持ちでいいよ、お風呂嫌いだから飛ばしてあげる。お風呂嫌いんですからね、どっちかしかいけん人ね、どっちか偏るね。トマトいけるならトマトジュースダメで、トマトジュース、トマト製品食べれる人はトマトが嫌いみたいな。好き嫌いないんで大丈夫です。いいな、いいな、いいな、いいな。ベロ交換しようぜ。でもベロって変わるらしいよ。成長していったら。だから、なんか昔例えば極端に言うピーマンダメでしたみたいな。で、大きくなって、あの、舌が変わってピーマン食べれるようになるみたいな。あるらしい。舌って変わるらしい。変わるらしい。ケチャップ OK だけ本体ダメ、マジで、本当に。シソバと耐えて、お風呂嫌いです、結婚頑張ってください。なんで、いいじゃん、お風呂入らせてくれ、言って早く入ってこいって。だからレナもさ、お母さんとか家族がいたらさ、早くお風呂入ってって言われて、うん、怒ったよってなって入るんだけど、一人だったら誰も言ってくれないじゃん、早くお風呂入りなよって。だからあれなんだよね、真夏のお弁当プシソーンと食べて嫌いになった。え、なんで、ぬるかったから、それで嫌いになったのか。その前までいけたんだ。じゃあ塾長かわいいね、変わるんだね、下敏感なだけ子供は。最後に食べる、今は好きなものが食べるようになった。エルノも好きなものが食べるかも、苦い味本能的にダメだから。あ、豆類嫌やったけど今好き。うん、お風呂早く、お風呂入って早く、お風呂入って早く。みんなに言われてもね。あんまり関係ないわん。みんなに言われても効果なしわん。みんな嫌いなものから食べる、レナは好きなものから食べる、毎日毎日言って。みんなの逆に入らないで、保育士じゃん。レナもさ、なんか何々したくないとか、お片付けしたくないみたいな、子供にはなんか、じゃあお片付けしなくていいよみたいな感じで言ったら効果的ですみたいな、大学の先生に教えてもらった、あ、今じゃなくて高校の時にね、
ポポコン、ポポコン。いやいや、しいたけ食べたし、しいたけポイってした後に食べた、食べましたよ。大丈夫、しいたけ大好きだから。あ、ポポコン3つだった。ブーちゃん、みんなにさ見したい、メールのメールで送ろうと思ってたんだけど、写真があるんだけど、また送るね。また送るね。ポップコン、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 ポップコン。お風呂入らない、銀座さん、ちょっと撮るな、ちょっと、いやいや、お風呂入るって、お風呂入ってるから。効果ないの。あれやっても効果ないの、ちっちゃい子たち効果ないので。なんでレナに、え、なんでさレナにさ言ってくるの、お風呂入らないでって。あたくら多分忘れちゃう。え、そうなんだよね。その写真をいつも毎回見て、あーこれ送るの忘れてるわって思って放置してる。カキの私にて。それな。いや、めっちゃおもろい写真を、おもろすぎてパシャって撮った一枚があって、それをみんなに見せようと思ったんだけど、お風呂何片付けんの、後片付けって。え、何すんの。振り向き見せてくれたらってね、振り振りね、見せたいんだけどメール送れないからな。めっちゃおもろいよ、あの写真見たら多分全人類笑えるから、普通に。お風呂掃除、お風呂掃除するけどさ、お風呂掃除ってさ、お風呂入る前にするくない、一回。あ、マンキャメルいいな。お風呂掃除するけどさ、もうね、で多分、え、何やってない、え、あれもまだやってない、え、何やってない、え、ちょ言って、なんかレナがさ忘れてるそうな、忘れてそうなさ、え、ちょレナが忘れてそうなこと言って、なんか忘れてる、私何忘れてんだろう。生姜焼きは作るって言って頭の隅にあるんだよね。スクショ撮ったんだよ、スクショ撮ったんだよね。ちょっと待って、いるかな、今いるかな、13人いるかな。やばい、忘れてた。え、なんで覚えてんの、待って、忘れてた、ごめん。お風呂入った後にすんの、お風呂掃除。あ、前はお風呂入った後にしたわ。待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、どうしよう、どうしようね、なんか書くもんないかな、スクショ見れないしな、あん時の。明日やるわ。ガチガチ明日やる。待って、ごめんすぎる、撮ったんだよ、今日も言って、明日、昨日の、ん、明日、明日ちゃんと紙に書いてやるわ、あのスクショ見て紙に書く、何位誰だで、ない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 みたいな。いや忘れないから、明日絶対忘れない。やっちゃったわ、普通に何日経ってんのはず、無理、待って、やだ、え、てか待って、もう待って、やだ、ち空気入ってるし、待って、じゃあ今日やるわ。いや偉くないよ、ちょ申し訳な、待って、ごめん、あ、前に壇上入ってた人は、あの、読むから、読むから、あの、明日余裕あるもん。え、確かに、どうしよう、え、まあまあ、多分大丈夫。え、じゃあ今日の最後に読むね、今日の最後。もう40分だけど、マットの空気めっちゃ気になるんだけど。
明日公演後に言いますね。公演後の配信で。ごめん忘れてた。これは正直マジで普通に忘れてた。穴開けないよ。え、今日いらない？いた。え、なんかあの前にさ読んだじゃん。前に読んでそっから何日かよ、あのちゃんと誕生日を続けようって思ったのね。なんだけど思いっきり忘れてたね。やばいね。え、今日いらない？結婚して。言ってないよね。結婚していいよ。誕生日忘れてたから結婚してあげる。ハート、逆ハート、やばい忘れてた。誕生日忘れてた。ありがとう。いや、いい、思い出させてありがとう。思い出させてくれてありがとう。やばいね、普通に忘れてたわ。え、そう、続ける気になったの。ちょっとはちょっとは続けようと思って振られたかと思いました。ごめん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 。来たと思ってコメント読んじゃった。指ハート反対。ね、明日はこの前の日読むわ。マジ忘れてて死んだ。やばいね。うん、なすらないわ。え、今日いらない？じゃあ今日壇上いる人よ、読んでほしいですか？読んでほしい？みんなどっちでもいいとか言うんだよね。本当は読んでほしいくせに。どっちでもいいとか言うんだよ。本当は読んでほしいくせに。読まない。いや、なんで壇上にいる人よ。よ。死んだ。なんか振られた気分になるんだけど。え？え、何この振られた気分は。この振られた気分はどこからやってきてるの？え、なんで？なんで振られてんの、レナ。なんか今日別に読まなくていい。いらないです。え？え、なんで？なんで？普通読んでほしいよね。え、なんで？え、なんか振られたんだけど。あ、無駄な時間なの。え、なんで？なんで？なんか振られた気持ちになった。髪ボサボサだし。みんなね、やばい。それはーいって言っとく。じゃあ読ん、はーいって言ってくれた人だけ読もうかな。じゃあ読むね。じゃあ今日は名前だけにするわ。聞かせていいよ。今日はじゃあそんなに長くやらないから結婚してあげる。男女読みを聞かせていいよ。今日あ、みんなにさっき振られたから結婚してあげるね。振られたから結婚してあげたか。じゃああれするか、聞かせて。いいよ。今日はお風呂に入りたくないから。入りますけど。入るけど入りたくないから結婚してあげる。めんどくさいから結婚してあげる。出た、だるま。普通さ、なんかギフト来て予想できるギフトとかないから。だるま結婚していいよ。うん、今日は攻撃やめて。お手紙。今日はメッセージありがとう。今日はねえ、待って、まだ結婚してん理由が一つ溜まってる時に送ってこないで。あとサータン攻撃もやめてください。ちょ、ネタ切れてないけど。今日は攻撃やめて。今日は今日は
あ、今日画角違うんだよね。今日画角違うんだよ。だから結婚してあげるね。今日画角違うの実は。あ、で次、今日はポニーテールだから結婚してあげるね。言ったよね最初に。今日は半目だから結婚してあげるね。結婚してもいいよ2回詰めてこないで。うん、じゃあ今日はブーちゃんとずっと配信ずっと一緒にしてたから結婚してあげるね。寝ろ、おやすみおやすみおやすみ。結婚してお疲れ様です。結婚していいよ。今日は今日は、あ、今日ダンスめっちゃ踊ったの。だから結婚してあげるね。今日めっちゃダンス踊ったんだよね。おやすみ。なになになに、なんでみんなおやすみって言ったの。あ、違うよ、寝るはおやすみっていうコメントを読んだんだよ寝るはおやすみおやすみっていうコメントを読んだんだよ死んだ連携プレイしてて死んだ寝る人と寝る人と連携プレイしてて死んだそういうことは、なんかみんな結婚していいよ、みんな今騙されたから結婚してあげる忘れなビビったなんかみんな、なんでみんな寝るのと思って、そしたらレナにおやすみっていうコメント打ってたんだ。そういうことね死ぬ結婚していいよ、男女がたくさん結婚してて埋まってる、埋まってて可愛いから結婚してあげる今日何時に寝るの。3時とかかな、2時とか3時ぐらいじゃない、遅くて4時とかかな。じゃあ今夜踊らないの。あ、踊るよこの後結婚していいよ。この後お風呂入ったら何踊ろっかな。ビューティフル踊ろう。踊るから結婚してあげる、ね、じゃあそうそう寝るか。え、寝ちゃうの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 。この時間12時までだね。寝てんの、寝なんの釣らないようにマッサージストレッチありがとう。明日の朝え、ないかな、わかんない、ゴジラはどうだろう。え、今日もさ、あの6時に起きたの言ったっけこれ、さっき覚えてない、記憶消えた。今日6時に起きて、あの6時にアラーム設定してて、6時にもし起きれたら配信やろうと思って結婚して、今日朝配信やってないから結婚してあげるね。はい、はいはいはい、結婚しての理由早いよ、理由いっぱいあるからね。はい、純也逆転治った、半分治った明日は公園だからしっかり寝ておいて、ありがとう。そう、朝の6時に起きてけど記憶がないって言ったね、さっき言ったね。結婚していいよ、パソコン直ったの、パソコン直ってそうだから結婚してあげる。6時にアラーム、そうで起きて一瞬、あら6時だってなって寝たって言ったよねさっきって言ったよね2回目か、言ってんの、二度寝した、治ってない、マジ最悪じゃん。スマホで見てるんだ、ありがとう。明日公園行くから公園してあげる。あ、代わりに踊ってくれるってこと。じゃあもしレナが遅刻したら、あの言っとくわスタッフさんに、もし明日私が遅刻したらこの人に頼んでくださいって言っとくね結婚して2回で男女上がったわ、安いな、おい言っちゃうんだねそういうこと。12位までの人に謝りなさい謝りなさいよ、謝りなさいよ。明日の公演も無理かも、マジ最悪だね本当に、大変だね。パソコンでなんかいろいろさ、仕事とかいろいろプライベートで使ってたら大変だね本当に。なんだなら、なんでレナは、レナポジだったよ昨日は。お花、いや笑ってるよ、なんでみんな笑ってんの、もっと真剣に怒って
安くねえよーこの壇上はーって、やだちゃんと怒りなさいよその笑いはなんか同じあれだな、思いを寄せてる感じの笑い。そうだよ、壇上なんてすぐ上がれるよみたいな。はい、この結婚したら絶対試しですね、これ送って上がれるかどうか壇上に思ってますよね。この結婚して、結婚してあげるけどね結婚してあげるけどね、結婚してあげるけどね。スカキナルーム安いらしい、結婚して2回で上がれちゃったらしいね。ダメだよね、そういうの。そんなこと言ったらこうなっちゃうよ。いいの、こうなっても、こうなってもいいの、こうなってもいいの。なりたくないでしょ、こうは。見て、こうはなりたくないでしょ。ほら死んだ、苦しくて。こうはなりたくないでしょ。だからそういうことやっちゃダメだから、結婚していいけど、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 こうなりたくないでしょ。だから結婚してあげるね現状じゃなくて一本嫌でしょ、これは。こうなったらね、痛いでしょ、痛い痛いでしょ。だからね、ダメだよ明日も早朝配信、結婚していいよ。2回送ってくれたよね。ちょっと待ってよ。はい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 、2回ね、2回送ってくれたよね。レナ攻撃的になってるなまあ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 、いや配信面白いから星休みに行くの忘れるんだよね。おい、自分からねミッションですって普通言わないから、星集めただけだからとか言わないから、それ本人に。まあいいけどね、結婚して2回か。まあ結婚してあげるね壇上登れた、結婚して2回送ってくれたけど。壇上登れそうだから結婚してあげる。まだ更新されてないのか。あー3回目、これはもう3回結婚してきたら壇上いけるでしょ、さすがに安い壇上ですからね、いけるよねきっと。だから結婚してあげるね。え、次さ壇上変わったら壇上読むわ。じゃあ壇上読むっていうか名前だけ。ご壇上テクされてるやん、読み壇上。わかんない、読んだ方がいいいいとかね言うんだよね。安い字お得だね、死んだ結婚していいよ、結婚していいよ、仕方ないから結婚してあげるね。うん、あ、じゃあニュアニアの水ゲットしてたから結婚してあげるよ。次はレノの水ゲットしてね。前の壇上ね、スクショ撮ってる、任せて。明日読むね、明日、明日公演終わり読みます読んであげなよ、安いからいいや。え、どうしよう、うわー欲しい、アムナイス、いいよみんな。いやみんなさ、壇上読むためかわかんないけど、もういつでも読んであげるから、いつでも読んであげるからさ、いいからね。そんな読んで欲しかったら言って、また読むからさ。結婚していいよ、5回ぐらい送ってくれた、ありがとう。結婚してあげる、ちゃんと結婚してあげます明日がキスゲットするね、ゲットしてね。もう寝るからどっちでも、なんでもう寝ちゃうの、あと10分だよ。あと10分はもう寝るに入るか、別にいつも読まんやん。いやそうだけどさ、なんかだからか、なんか申し訳ないことしてる気分になるわ。うん、ギョギラすら投げてないとか言えない、おいおい、読むと思ってないから。結婚してあげない、振られた、まさかの振られた、もうハメ見てる。え、そうなの、嘘でしょ、本当に。やばい10分じゃん、え変わった、壇上全然変わんないじゃん、早く変わってくれ、お願いだから。無理してないけどありがとう。もう半目なんですか、マジか。変わって、嘘嘘、変わったの変わったの変わったの、本当に。え、言ってよ、いつ変わったのさ。
で投票機能で投票これにしとこう。はい、いきまーす。あ、じゃあ34位からいくね。34がどうやって見るんだったっけ、これか。おお、34位、ありがとう。なんか白い犬、白いのありがとう、白いのありがとう。おお、カラフルだ、色がカラフルだ、かわいい。あ、猫か、白い犬じゃない、犬じゃなかった、グー、猫か、猫なんだ、ありがとう。最近、最近だよね、レナの配信来てくれてんの結構。はいはいはい、壇上の人さ送んないでくれる、みんなピョンピョンしてたら順位見えないんだよ。ピョンピョンしないで、壇上の人ちゃんと静かに並んでてください。13位、ラスカル、ラスカルじゃない、下一個トウモロコシだよね。手の甲のボコボコ好き、え、どういうこと。怖いんだけど。どこだよ。どこ、どこ、嘘。はい、トウモロコシ、ピョンピョンしない、トウモロコシ、トウモロコシ、トウモロコシがラスカルを持ってますね、ありがとうね。次やるのはツーショットかな。12位、魔法少女、かわいい、ありがとう。いつもママ、ママですね、もうお母さんみたいな存在ですね。はい、いつもねたくさん心配してくれたりしてありがとう。11位、チョコ、猫、いいね。パンケーキ食べに行きます、パンケーキ食べに行くね、マジで。あそこ行ってないんだよね、抹茶も終わっちゃうね、そろそろ。え、待って、時間やばいね。次、10位、10位、ありがとう。たまにポストもしてくれるし、いや適当じゃないんだけど、メール優しいよね、メールの返信優しい、ありがとう。行ってみるね、メールの返信優しい。え、ちょ、制服の目また入りに来てね。え、あと会いに来て、とりあえず、とりあえず会いに来てね。会いに来てねー。19位じゃないや、9位、集まる。早く更新してね。それだけです、早く更新してほしい。あれマジで元気出る、毎回泣いてるから、割とマジ。8位、パンダさん、パンダさん、いつも結婚して送ってくれるよね、結婚して以外も送ってくれるか、結婚して送ってくれる、コメントもたまに送ってくれるし、でもコメント率少ない気がする、案外。もっとコメントしてね、配信ありがとう、そう、えらい、コメントしてえらい。もっとコメントしてね。次ないんだ、ありがとうございます、だけ。だけかい、おいで、待って死んだ。もったいに来て、通所来てくれんの、次ないんだっけ。8位7位、ヤッホー。ヤッホー死んだ。ポップコーンで壇上を上り詰めてくれてありがとう。まだ会ったことないね、会ったことあるか、会ったことあるけど、え、話したことあるんだよね、面白いね、なんかそれがね、面白いね、ね。直接会いに来てね。直接も会ったんだけど。次、6位、あ、直接ってあれね、握手会で。6位、ありがとう。いつもね配信ね全然ね見れないあれなんだけど、見れない時間の方が多いと思うけど、入れる時来てくれてありがとう。あとメールたくさん書いてくれてありがとう、眠いのに感動する、ありがとうね。初めて壇上に隣のレンでね、あれおもろいよね。5位、あ、結婚してありがとう。あといつも配信入ってくる、入ってくるあの時間、あの早い、あと5分、やばい。配信ねいつもめっちゃ早く入ってきてくれるよね、しかも結構前からずっと配信さ見てくれてるよね、
ありがとう。次、うんと4位、あ、4位、ありがとう。え、最近だよね名前ね、はいはいはいもろありがとう。いつもいつもっていうか、なんかあれだよね、結構さ前から見てくれてる。え、25までしかないんだ、やばい、あと4分じゃん。4位が、え、待って、これちまる子ちゃんなんだ。え、待って、アバターの特徴言うの忘れた。まあいいや。4位だよね。あー、ちまる子ちゃん、ありがとう、いつも返信。え、それ最近だよね。え、メールでもそのなんか桜ハートハートみたいな送ってくれてるよね、なんかたくさんの絵文字。あと、レナチ呼びなんだ、そうだそうだそうだ、ちょっと珍しいですね。レナって結構さ、ニックネーム限りなのだからさ、あんまりレナちゃんとか呼ばれることなくて、なんか覚えやすい。え、別に限りなでもいいんだけど、覚えやすくてね、メールもね送ってくれるよね。そうね、来てくれてるんだよね、他のルーム行く時も。知ってるんですよね、けど他のルームに行ったらいるから、限りなアバターじゃん、ずっと嬉しいなって思うんだけど、ずっといるからな他も。うん、まあそこは反省点ですよね。ネクストリュージョンって感じで、はい次に、ん ?2 位、あー、はいはいはい、あー、2位ね、とりあえず、まあ、劇場に会いに来てねっていう。どう、え、ちょっとそろそろさ、あれじゃない、レナのさ劇場公演行きたくなったんじゃない、なんかレナがさ劇場来させるみたいな感じだったじゃん。どうですか、来たくなったかな、そろそろ劇場公演見たくなったでしょ、そろそろ。どう、1位、え、何、元気なのにやめて1位、タッタラタッタッタン、あ、待って、え、あ、なんもない1位、ありがとう、いつも来てくれてますね、ありがとうございますえ、メールの返信してほしいな、やばい、あと1分なんだけど。え、あとなんか、てか、いや、それな、少ないんだよね、結構レナのこと好きなんですよ1位。え、最近、最近だよね、そんな最近ではないね。キュンキュンラブリー3連覇2回目らしい、2回目、やった、フォローありがとう。1位のおばたはなんだ、じゃあおばた読んでない、え、なにこれ、ん、なんて書いてんだ、なんだこれちょっとアバターわかんないから、アバターわかんないから、レナのアバターにチェンジするといいかな。でもアバター結構変わってない、たまに、レナのじゃなくて、たまになんかコロコロ変わってる気がするんだけど、わかんない、見間違いかな、なんか変わってる気がする。はい、ってことで、あ、待って待って、やばいやばい、すご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 、え、抽選結果見て、みんな、めっちゃ平等なんだけど、え、めっちゃ平等なんだけど抽選結果、え、見て、見た、抽選結果、みんな抽選結果見てみて。最近好きな人に泣くと、ありがとう、おやすみ、配信ありがとう、お疲れ様、明日帰った、また来て、え、次、次いつだ、次の握手会いつだっけ、あ、違う、先にツーショット会だ、ツーショット会が先にあるんだ。おやすみ、またね、またね、おやすみなさい、グッナイ、ラジオありがとう、こちらこそありがとう、お疲れ様、ありがとう、今日もありがとう、おやすみ、おやすみ、夜やめてレジ、おやすみ、フルちゃんと入ってね、入るね、またね、またね、今日お家にまたな、配信ありがとう、おやすみー、せ、みんな全部ね、ね、ビビった、時間やばい、みんな全部ね、全部みんな投げてた、やばい、3が、あれ、3番が1番だった、1位だった、配信ありがとう、 Thank you、 おやすみなさい。